なんと強力に成長したものよ。満足だ。久しく満足なる戦いだった。波紋の戦士よ。そして危なかった。もし俺のモードがお前の波紋レンズを吹き飛ばせる風でなかったなら、貴様のレンズからの日光をどうやって防いでいたかわからぬ。そしてもし風のモードを利用しないカーズ様が先にここでお前と出会い戦っていたのなら、負けるはずはないにせよ、私以上の苦戦とダメージを強いられていたであろう。無駄だ。貴様はもはや立ち上がれるような肉体ではない。モード上綱嵐はお前の筋肉や血管をズタズタにしてしまった。やめろ、勝負はついた。もはや微量の波紋さえ慣れておらん。見ろ、それほどの多量の出血。つまりもうお前は助からない。やめろ。さらばだ。お前の命は今終わった。解毒剤入りのピアス、なぜ貴様が。死ぬのは怖くねえぞ。だが俺は誇り高きゼペリケの男だ。その血統を受け継いでいる。こんなこと何でねえ貴様なんかに喋ったのわからねえだろうかな。父様、この俺を息子と知らなくても自分の命を犠牲にして救ってくれた。ジンさんもジョジョの祖父ジョナサンのために波紋の力を与えて死んでいったというぜ。だから俺だって何かしなくちゃ。かっこ悪くてあの世に行けねえぜ。俺が最後に見せるのは代々受け継いだ未来に託すゼペリ魂だ。人間の魂だ。ジョジョ、俺の最後の波紋だ。受け取ってくれ。シーザーの声だ。聞こえたか、シーザーだ。聞こえたわ。まさかシーザーが。